皆さんこんにちは。現役医師の正右衛門です。私は現在総合病院に勤務している内科医であり、消化器や肝臓の専門医です。今回も血液検査編として代表的な血液検査項目を取り上げていきます。今回はアミラーゼについて解説します。まずはアミラーゼの役割について見ていきましょう。アミラーゼは糖類を分解してくれる消化酵素です。ではこのアミラーゼはどこで産生されるのでしょうか。答えは2箇所あり、1つは膵臓であり、もう1箇所は唾液腺と耳下腺になります。英語の頭文字を取って膵臓由来のアミラーゼを P 型、唾液腺耳下腺由来のアミラーゼを S 型と呼んだりします。それでは抗アミラーゼ結晶について解説します。抗アミラーゼ結晶であれば必ずしも症状を伴うわけではないですが、中には緊急性を要する病気が原因の可能性があることは押さえておくと良いでしょう。これまで見てきたように原因を膵臓由来の P 型抗アミラーゼ結晶と唾液腺耳下腺由来の S 型抗アミラーゼ結晶に分けて見ていきましょう。P 型抗アミラーゼ結晶の原因としては膵炎、膵がん、双胆管結石をまずは抑えておきましょう。いずれも緊急性が高い場合が多いです。 S 型抗アミラーゼ結晶の原因としては耳下腺炎、唾石、シェーグレン症候群が挙げられます。病気については今後解説していくので、今は名前だけ抑えておかれると良いと思います。今回のまとめになります。アミラーゼは糖類を分解する酵素です。アミラーゼは膵型と唾液腺型の2種類存在します。抗アミラーゼ結晶の原因としては膵炎や膵がんなどの緊急性が高い疾患が隠れている可能性があります。今回の解説は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。